基本一人です。いつもありがとうございます。今日はね、昼飯作ってきますけどね、大根ですね。こんな大きな大根もらっちゃいましたね。そんでね、まあ、うちにもう一つこういうのがあるんでね、ちょっとね、大根減らさなきゃいけないということで、大根のね、レシピをね、ちょっと探してみました。で、うちの袋がね、作るのはね、イカ大根みたいなね、イカと大根の煮物なんですけど、まあ最近ちょっとイカが高いということでね、買い置きもないんですね。それでね、僕の方でインターネットでね、調べたらね、豚バラ大根っていうね、簡単レシピにたどり着きました。それをね、今日ね、ちょっとね、いきなり本番ということで作ってみようかなと思います。で、そのレシピ見たときにね、大根がね、3分の1って書いてあるんですね。で、大根もね、いろんな大きさがあるんでね、ちょっと3分の1ってどんな感じだろうなんてちょっと思っちゃったんだけど、まあ、こちらですね。こちら、先ほどの、これはまあちょっと置いといて、こちらでね、ちょっと作ってみようかな。あと、ちょっとこちらの、この辺をちょっと多めに大根使いたいんで、この辺で切って、入れて、ちょっと大根多めでね、作ってみようかなと思います。あと豚バラ肉がね、僕の家はね、あんまり買わないんでね、豚の肩を使いますね、150g。あとね、ごま油を使うといいって書いてありましたけど、ごま油もね、今用意してないんで、サラダ油でやってしまいます。あと醤油、みりん、砂糖、この辺はあるし、本だし、顆粒状の粉ですね。だしの粉、これもありますんで、そちらを使ってやっていきますね。あと、全部、出来終わった後にね、万能ネギをね、振りかけると、見栄えがして美味しいですよって書いてありますけど、万能ネギもないんで、ちょっと万能ネギなしで、ごま油もなしで、やっていこうと思います。じゃあ、バラ肉の代わりにね、肩肉ですね。これを適当に切ってきます。これぐらいでいいかな。大雑把に。大根。皮むいていきます。やっぱりこういうじゃがいもより大根とか人参の方が直線的なんでね、皮むきやすいっすね。なんでじゃがいもこのピラーでむかないのなんて言われたけど、むきにくいっていうね。これ1センチぐらいの厚さに切っていくらしいですね。どこにすればいいかな。いちょう切りでって言ったから、いちょう切りっていうことはこういうことだよな。4分の1にしていくっていう感じだと思うんです。これで1センチぐらいか。 変な切り方。なんとかできました。先にね、味付けの調味料をちょっと作ってきますね。まず醤油が、大さじ2。1、2、ちょっと多かったかな。で、みりん、醤油2、醤油2じゃない、大さじ2。1、2と。砂糖が大さじ2。砂糖が大さじ2。ちょっとな。ちょっと多かったかな。これぐらいにしときましょう。これが、
小さじ2って言ったから、まあ、これぐらいでしょう。小さじ2、これをちょっとねかき混ぜときますか。はい、かき混ぜて置いておきます。本当はねごま油でやった方がいいみたいだけど、しょうがない、ないんでね、買いに行くのもめんどくさいんで普通のサラダ油でやりますね。これで油で炒めて、まあ一応火を通すという感じですかね。だいぶ火が通ったかな。これに入れてきます、大根を。かなり量が多いね。3分の1なんて言ってたけど、はあ、半分ぐらいあるかもしれない。はあ、くっついちゃった。さて、炒めてますけどね、どれぐらいまで炒めていいかよくわかんないな。もういいのかな、水入れちゃって。まあ鍋が焦げない程度にちょっとやってきますけど、お湯を入れてきますね。 200cc お湯を入れてきます。そして調味料、先ほど混ぜた、みりんとか醤油とかね、混ぜたやつをこうやって入れてきます。はい、5分ちょっと煮たかな。こんな感じで、あ、もうだいぶ煮てる、煮え立ってるね。もうちょっとぐらいかな。はい、あと 2,3 分やればもう完成かな。味噌汁はね、作るのめんどくさいからインスタントです。インスタントの味噌汁もね、本当にここ20年ぐらいですごく進化しましたね。美味しいですよね。結構一人暮らしだったらもうインスタントだな、きっとな、味噌汁は。あとご飯をね、温めてきますね。あ、そうか、ブロッコリー、昨日の残りのやつもついでに、温めて食べます。マヨネーズつけて。はい、もういいかもしんないね。はい、止めます。はい、はい、ご飯できた。たくさんあるな。はい、たくさん食べよう。大根いっぱいあるんだから。つゆをもうちょっと入れる。とりあえずこれだけよそいました。どうですか、美味しそうですよね。結構こんな感じ、柔らかいしね、大根もね、豚肉も結構入ってます。でブロッコリーはマヨネーズつけて食べると、いう感じですね。それではいただきます。
まず味見だね、初めて作るから。熱いも美味しい。なんかうちの母親が作るイカ大根にちょっとやっぱ似てるかな、味がね。和風で普通の味ですね。よくある味です。昨日茹でたブロッコリーを、残りをちょっと食べよう。マヨネーズつけて。よいしょ。今の季節ブロッコリーが安いから ブロッコリーばっか食べてる。体にいいからね。これなら結構食べれるね、大根いっぱい。また次回も作ってみます。豚バラ大根なんていうレシピの名前がついてましたね。やっぱね、ごま油使った方がいいのかもしれないね。風味、香りがついてね。まあでも別になくても、なきゃなくてもいいです。あと最後にね、万能ネギをね、刻んで振りかけるっていうのも書いてあったんだけど。まあ確かにあった方がいいけど、まあなくても大丈夫っていう感じですね。よくやっぱりね、昔からね、食べるの早いですねって言われますね。友達と食べててもね。美味しいとね、ついつい早食いになっちゃうんですよね。なんかそんな感じです。あとね、コメント欄でね、まあ何て言うんだろう、痩せてますねとかね、太りませんかとかって言われるんだけどね、なんで僕太らないのかなって思うんだけど、あんまりね、基本的にね、そんなに食べ物に興味ないのかなっていうね、感じがしてますね。で、親元離れてね、大学生になった時ね、4月からそうですね、夏場にかけてね、3、4ヶ月でね、確かね、5キロぐらいね、体重減ったんですよね。一人暮らしして。なんでかっていうとね、食べ物ケチっちゃうんですよ。結局、仕送りとかアルバイトって収入がね、限られてるから、節約したいじゃないですか。いろんな服買ったりとか、あとレコード、CD とかね、欲しくて、お金をね、節約したいんですね。で、何を節約するかっていうとね、僕の場合はね、食費をね、ケチっちゃうんですよね、どうしてもね。例えばね、お昼の学食なんか行ってもね、一番安いね、その当時、200円の定食ばっか食べたりとか、あとは150円のカレーライス食べたりとか、あと夜ご飯食べるときもね、何食べようかな、作るのめんどくさいな、みたいな感じで言うと、まあ、バナナでいいか、みたいなね、節約にもなるし、みたいな感じでね、バナナ3本食べてよしにしちゃったりとかね、そういう食生活始めたんですね、大学入ってね。そしたらもう本当に3、4ヶ月でね、夏休み帰ったら痩せたね、みたいな感じですよね。もう5キロぐらい痩せてましたね。本当に1年で多分ね、10キロぐらい痩せたんじゃないかな、大学生活の最初の1年目でね。そんな感じでね、今でもね、そんなに食べるものにね、興味がないっていうか。そんな感じですね。それが一番だと思います。痩せるコツは、食べ物に興味を持たないことという。よく僕の友達でね、お酒が好きな人はね、どこそこの店がうまいとか、お酒飲んだ後の締めのラーメンはこの店がいいとかね、
そういう話別にこっちが尋ねてないのにそんな話ばっかしてる人っていますよね。まあ要するにそれだけ食に興味があるというか、美味しいものを食べたいっていうことに興味があるんですね。僕の場合はね、あんまりね、食べ物屋さんでもね、まず高い、美味しくてもね、高かったらね、あんまり興味ないですよね。で、安くてね、量が多い。で、味がそこそこみたいなところは結構気にはするんだけど、所詮やっぱり美味しいものに興味ないっていう感じなんでね、あんまりね、うまいものとかそういうの、うまいものとかうまい食べ物屋っていうのにはね、興味が向かないですね。だから家にお菓子がなかったらね、自分で買いには行かずに、まあお菓子なしでずっと来ちゃうし。結構量が多かったけど、大根全部食べれましたね。まだいっぱい残ってるんで、母親に食べてもらわないといけないけど。多分こういう味なら食べてくれると思います。薄味の和風で。業務スーパーのキムチですね。158円かな。普通のスーパーでこれぐらいの買うと198円とかね。安いやつでね。だちょっと安いですね。業務スーパー。50円ぐらい。はい、ごちそうさまでした。ということでね、今日は、大根がね、めちゃくちゃあるんで、急遽、ネットで調べて豚バラ大根を作ってみましたという、動画ですね。結構美味しかったです。また作りますね。ということで、最後まで見ていただいた方ありがとうございます。基本一人でした。